マイクが緑。そうそうそう。虫みたいな。パスリー初めてですね。初めてですね。やっぱり横に長いグリーンだから右と左で調整してますよね、うん、普段テレビで見るのと違って、こういろんな打ち方をしているプロの技が見れて、うん、練習日も本当に楽しいです。曲げ方とか変えてます、うん、変えてると思います、うん、珍しいですよね。273の時もある。ちょっと面白いですね、うん、ここここ2年でベスト5にフェアウェイキープ率入ってるので。あ、そうなんですか。そのところはすごく、もしかしたら有利かもしれない、うんうん、やばいやばいやばい、フライヤーがかかって直にオーバーしました、うん、本当にかかるんですね。ただ大きかったらしい。番手かバンカー入っちゃうんだ。あ、飛びすぎて入るってこと？ああ。なんか吉場さんゆったり振るからいいっすよね。なんか余裕ある感じしますよね。確かに、まあ、コース的にも難しかったから、まあスコア多分ね2アンダーぐらいで、まあ、かなり上位にいるだろうっていう予想で、でいいね、ほら後ろの方 の、 あのスタートだったから上がってきたルミッチのスコアが尋常じゃなかったから、おい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 みたいな。結構上どころか真ん中ぐらいしか行かないな2アンダーねとかと思ってたら、ほら一番上に来たから、もうあいつやりやがったなみたいな、おおみたいな感じで。でもそれからは2日目3日目ぐらいになってくると、だいたいほらカットラインがなんとなく想像ついてくるじゃないですか、この辺かなっていう時になったら、もうそのカットラインのためにやるんじゃなくて、もう僕行ったんですよ、もう、ね、3日目ぐらいから最終日終わった時に20アンダー行っとけよ、もう行ったんですよ、あの通る通らないから20アンダー目指していけって言って、それを本人が最後のパットで入れたから本人は超喜んでたんですよ。よく
約束通り、約束通りって。そうですか。はい、ね、頭突きさせちゃうと面白くないから、やっぱり。やっぱ調子がいいんだったらいいなりに、やっぱり先のゴールをどん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 作ってあげる。今後の自分のための練習みたいなでしょ。要するに緊迫した状況でないと人間って上手くならないじゃないですか。はい、この練習ラウンドなんかでも練習ラウンドだから上手いんだよね、うん、本番だとこうはいけないんですよ。みんな楽しくワイワイやってるから普通のショットもこう気楽に振ってるからいいショット出るけど、これがやっぱりアドレナリンが出てお客さんが見てスコアが競ってるので、この打てるかって絶対打てないんですよ。ラフなんかでもちょっとジャンクしたりとかすることも普通にあるんで。はい、練習ラウンドお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、まずこのコースについてどうだったかお考え聞かせていただいていいですか。あの白山リゾートが3年前にプロテストの1時の時にここ来てて、その時のイメージも残ってるし、1回回ってるコースだからちょっと気分的気持ち的にあの楽で、思ったよりはグリーンがそんなに速くないし硬くないけど、もしかしたらあの試合中にあの仕上げてくるのかなと思って、やっぱりラフももちろん長めだし距離もちょっと長めだから、さすがなメジャーだなって、うん、っていうセッティング、はい、女子オープンについてはここまでです、はい、であとはあのエニーさんについて私が本当にずっと思ってたことをお聞きしたいんですけど、はい、まず一つで、はい、日本で生まれて、はい、ニューヨークやハワイで育って、はいはい、でアメリカを主戦場としてずっと、うん、あの競技に出てきたとしてるんですけれども、はい、そこからまた日本でプロでやることに対して、うん、例えば環境が全く気温だったり湿度だったり芝の状況だったりも変わる中で、その戸惑いとかそのギャップって何か感じました、うん、ものすごくいっぱいあって、やっぱり日本のツアー出たいならもちろん QT から行かないといけなくて、で QT が冬ですよね、うん、10月、11月、12月でそんなに冬のあのゴルフゲームをあんまりやってなくて、やっぱり芝が全然違くて、そのアメリカの本土とかハワイでももうラフに入ったらもう出ないっていうイメージ、今までなんかフライヤーとか聞いたことあるけどあんまり意味が分かんなくて、なんでボールが飛ぶのっていうイメージもあって、もうグリーン周りやったら必ずサンドウェッジ、その開いてるクラブで寄せないといけないなっていうあの考えだったんだけど、日本に来てその日本の冬のラフがパサパサじゃないですか、あのカリカリのような感じ、なんかいつも通り打ってたらもうすごいボール飛んじゃうし、やっぱり朝が凍ってて、それ昼間に溶けるからちょっと濡れた状態が多いじゃないですか、そのグリーン周りとかでも、で普通にそのサンドイッチとか打ってたらもうすごくダフりやすくて全然距離感が合わなくて、ものすごくそれは悩んで、サンドイッチじゃなくてギャップウェッジ使ったりとか、あの距離感の持ち方とかそういういっぱい練習して、やっぱり全然違うんだなと思って、でもイベントグリーンだしイベントグラスだし、その景色もものすごく違うから、なんか狭かったり、まあ、奥が全部森っていうか木だから、あの木を切ってコース作ったみたいな感じだけど、ハワイだと木を植えてるっていう感じで、やっぱり海の横とかが多いから、やっぱりそのフェアウェイの狭さとかそれにもちょっと慣れてなかったから、それもちょっと大変で、まあ、今はだいぶ慣れたけど最初も本当に大変で、そんな中で一発で最終4日間全部トップを守りきって合格したことに対して、どうその持ちこたえたというか、あ、何が分かったかって、やっぱりそのプロテストの時にレギュレーションがものすごく良くて、あのそんなになんかベタベタピンについてるわけでもなかったけど、フェアウェイもあんまり外してないし、グリーンも4日間の中で5個ぐらいしか外さなかったのかな。でやっぱりそうするとボギーが出にくくなる、やっぱりスリーパットしないとボギーがあんまり出ないけど、そんなにスリーパットする状態じゃなかったからボギーも全然打たなかったし、でたまたまなんかバーディー入るの方が多かったから、やっぱりレギュレーションがすごく大切なんだなと思って、まあ、最初もちろんパターが入ればもちろんスコアを伸ばせるけど、レギュレーションも
とても大切です。ありがとうございます、はい、もうとても見た感じすごくキュートで気さくでもう実力もあってスタイルも素晴らしくてっていう感じなのでもうますますもう私はとてもファンになりました。ありがとうございます。最後に視聴者に向けて何か一言言っていただいていいですか？まだまだ経験することがいっぱいあるけどちょっとずつ上手になっていくいい意味を今持ってください。お願いします。ありがとうございました。以上、エイミー古賀さんでした。バイバイ。三ヶ島かなさんです、はい、じゃあまずこのコースについて何を思ったか聞かせていただいてよろしいですか？ここ実は学生時代全国大会があった場所で結構懐かしいななんて思いながら回っててで、あんまりコース覚えてるかどうかちょっと自信がなかったんですけどちょっと思い出しながらっていうような感じで、はい、回りました。ここからは三ヶ島さんについての個人的な質問をしたいと思います。三ヶ島さんはフェアウェイキープ率が2年連続でベスト5以内に入っているということで、はい、やっぱりアマチュアゴルファーとしては私もそうなんですけどもやっぱりこう大会で力が入ってどうしても負けちゃう力む曲げることに対してすごく恐怖心を持っているんですけどもそのフェアウェイキープ率をこう維持するために何かワンポイントをアマチュアに言うとしたら何があると思います？やっぱドライバーだから飛ばしたいという気持ちが強すぎて力んで思いっきり打ちすぎてるっていうところがあるからちょっとリズムよく振るのを心がけてくれたらちょっとミート率が上がって前にも行くしなおさら飛ぶし曲がらなくなると思うのでそこを一つ気をつけてもらいたい。逆に力を抜くことがその飛距離を伸ばして曲げないっていうでも、はい、一つありますね。はい、じゃあこれはまたさらに個人的にお聞きしたいんですけれども、はい、三ヶ島かなさんは今までずっとこう QT からトップ合格をしていって、はい、でそれでシードを取っていった時にこの QT の制度が変わることによってもう一回プロテストを受けなきゃいけなくなった時、はい、そういう時の心情って心境を聞かせてもらいたいんですね。受からなきゃいけない立場になった時、はい、もうシードを取っていって、はい、テストを受けるっていう気持ちって今思い返してみてどうですか？思い返してもその今その現場に立ってた今でも何も変わらないんですけどプレッシャーだけはすごいかかっててで今でも本当に受かってよかったなってその制度を見返したら本当に思いますね。やっぱりこう頑張ってっていう声をかけていただけるのもすごく嬉しいんですけどその声がちょっとプレッシャーになってたりとかもしてたのでテストの会場とかではなんでもこう心をずっと無にしてやっていたので、まあ、それで今があってよかったなって思いますね、はい。小山さんありがとうございます。もうウェアもウェアにすごく合ったすごくキュートなルックスでますますディンゴルフを見ている方もまたファンがすごく増えると思います。応援させていただくので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、三ヶ島かなさんでした。ありがとうございます。私もアマチュアでゴルフの競技を出ていて、うん、でそれでどうしても左のかかとらへんにボールを置くっていうことを最初からジュニアの頃から教えてもらっていたので、はい、私も真ん中よりもちょっと左に構えてしまうんですけども、はい、三ヶ島さんを見た時にちょっとそれよりもボール1個分ぐらい、うん、真ん中にでここの形がすごく綺麗だった。 ありがとうございます。何か意識してることありますか？ボールの位置とかボールの位置はやっぱりもう人それぞれ体が大きさが違うじゃないですか。なんでボールの位置はまあ少しずつ変わってくると思うんですけど、でもこの手の形三角形はちょっと意識してしっかり綺麗なアドレス取れるようにっていうのだけは意識してます。そこって対照的にこう軸を真ん中にして対照的にしてます？はい。そうなんだ。そう。どうしてもやっぱりこうハンドファーストとか、うん、そういう風に考えてしまっているので今日のスイングを見てやっぱりこう真ん中に置いて対照的にしてそこを軸にしてるのかなっていうふうに見れたのですごくいいイメージが。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。という個人的なおまけでした。ありがとうございます。